お世話になります、一人でございます。ポケモンのストーリーを進めてトレーナーと戦ったりするとお金をもらえますよね。主人公が何歳設定か分かりませんが、例えばサトシの年齢は10歳で、それを参考にすると10歳には高すぎる1人から1万円以上の大金をもらうことすらあるかと思います。ではストーリークリアまでに合計いくらもらえるのでしょうか。10歳の子供に見合った金額なのでしょうか。それとも大人も驚くような金額を稼げるのでしょうか。気になりますよね。意外と殿堂入り後すぐに自分の所持金を確認している人は少ないかと思いますので気になりますよね。という趣旨の DM を視聴者さんからいただき、特にみんなが大好きな XY ではどうなのか気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回は XY のクリアまでにいくら稼げるのか検証していきたいと思います。ルールは負けると稼げる金額が少なくなってしまうので、とにかく負けないように進めます。もし負けたらリセットしてレポートのところから再開します。バトルでの縛りはなしです。トレーナーとは自然に進んで出会ったやつと戦うだけで、意図的に全員と戦うことはしません。お金を使うのは禁止で、お守り小判などお金を増やすアイテムも禁止です。最終的に殿堂入り後に貯まっていた金額を稼いだ金額とします。はい、じゃあそれではやっていきましょう。初めてですね、このシリーズやったことないんですよ、一回も。完全に初見でやらさせていただきたいと思います。と言いつつ中古ロムなんでもうクリアしてるんですけどね。ちょっと待って、最初からできねえのかよ。いきなりここでつまずくパターン、調べないとわかんねえわやり方。いや、タイトル画面で上 BX らしいっすね。それでできるらしいっす。あー、こんな風にやんなきゃいけないんだ。いや、普通に最初からやらせてくれよって話なんですけど。玉が出てきた、黒い玉が出てきた。なんだこれ、あ、モンスターボールだったんだこれ。うわ、めちゃめちゃいいじゃないですかこれ。かっこいい、こいつ、この博士、博士なんこいつ、プラターヌ、すげえいいじゃん大好きなんだけど。もういきなり、あれ、これ剣盾の増動ポジションのポケモンか。めちゃめちゃ、え、 3DS ってこんなすごいいいんすね、グラフィックが。うわ、めちゃめちゃいいっすね、この最初の表現の仕方。トイストーリーみたいな感じで。俺、携帯ゲーム機の画質とは思えないな。え、なにこれ、妖怪ウォッチのキャラクターじゃんやっぱケロマツでしょ。お、いきなり戦うんだ、最初の相手だね。はい、女の子サナちゃん。いいね、臨場感あるじゃんこれ、すごいね。しかも最初からこいつ泡覚えてんだ、それもすごくね。普通叩くと鳴き声とかだけじゃね。はい、ということで最初500円ですね、もらえるの。ありがとうございました。同年代の人からワンコインもらうってなかなかいかついぞ。はい、でこれお小遣い見てみますと3500円でございます。つまりだから最初見るの忘れてましたけど、3000円最初からあったってことですね。この所持金からスタートしていくということで。いや、これで全国旅すんのもいかついよな、本当に。寂しすぎだろ、いくらポケモンいるからって。てか、お母さんめっちゃ綺麗ですね。こんなパターンあったっけ。今まで潰れてて見えなかっただけだけど。うわ、すげえ、こんなサイフォンが最初動くってかっこよすぎでしょ。かわいそう、こいつ奴隷じゃん。そしたら、あ、動けんだ乗って動けんのかい。あー、でもカメラの切り替えが自分でできないのちょっと厳しいね。はい、2人目のトレーナー。いやー、ジグザグマってルビサファじゃんこれ。せっかく新しいシリーズになったのに、いきなり古いポケモンばっかしか出ないんだね。120円、ヤナップでも捕まえとくか。オッケー、捕まえた。あ、ゲットした時も経験値もらえんだこのシリーズは。ピカチュウも捕まえとくか。よし、ゲット。昔のポケモンばっかだ。120円しかくれねえんかい。こいつは捕まえるしかないでしょ。よし、ゲット。つか、こんな大人数で移動なんて初めてだろう。ほんと妖怪ウォッチっぽい感じなんだね。当時流行ってたからか。エンジンはやっぱ64円ってめっちゃ安いね。つか、4円っていらねえよ。細けえの4枚もよこすなよ。80円、こ、女の子のが多いんだ。うわ、居合切りのところ、ここ、こんな風になってんだ、すごっ。めっちゃでかいね。てか、横から通れそうだけど。なんかこのシリーズどこ行けばいいかいまいちわかんないわ。でも剣盾になれすぎたせいだね。はい、224円。ローラースケート持ってるのに使えないのこれ。装備できないじゃん。このゲーム難しいな。え、これジムなのジムっぽくなかったんだけど。あ、ジムなんだちっちゃいな、その割に。うわ、すごいすごいすごい、演出かっこいい。やべえ、勝てねえ、これじゃ勝てねえよ。うわ、やられた。ジムのトレーナー240円、安いよ。ちょっと舐めすぎたな。いきなり消さなきゃいけない、つか、レベル高すぎでしょ相手。勝てねえわ。いや、ちょっと待って、勝てねえってこれ、無理だろ鬼畜すぎじゃねえ XY。 だって戻れないんだよこれジム。もういきなり80円ですが失ったので消していきます。え、てかダイパとかでさえそんな育てないでパッといっても勝てるぞ相手に。うわ、こっからやり直さなきゃいけないという。うわ、さっき捕まえたポケモンも全部いなくなっちゃったし。あ、つうか今気づいたんだけど、これさ、地味にこれボールきつくねえか。かなり大事にしないと買えないルールでやってるから、ショップで。地味に足りなくなりそうだな。厳選していかないといけないっすね、ゲットするポケモンも。つうか、まあ別に買った分も数えればいいだけの話なんですけど、お金を。ただ初めにルール決めちゃったもんだから、これは崩せないっすね。よし、リベンジだ。
こいつにリベンジするやつなんていないと思うけど、ちゃんとややこま11まで育てましたから。いやお前240円しかくれないんかい。216円減った。よっしゃボス戦で初めてだ。え、これニューポケモンスナップの伏線じゃん。マジか、そんなのあったんか。よかった、ギリギリ勝った。危ない危ない。一気に2レベル上がったし。まだ育てないといけないの。結構育てたけどね。1920円いきなり大量にもらったね。これでポケモンスナップ買えってことかな。買えないけど、バッチ演出もめっちゃいいっすね。お、学習装置手に入れた。あ、みんなが経験値もらえるんだ。このシステム変わったんだ。じゃあ最初あんま育てなきゃよかった。バカしたな。これで育てるの楽になるのか。それにしても最初鬼畜だったな。あ、これも草むらなんだ。すげえ。はい、じいちゃんから640円カツ上げしていく。320円。いや、園児多すぎ。140円、140円。ガキは140円だ。640円。また新たなやつがいいんだ。キャラクター多いね。あれ、いつの間にかスケート使えるじゃん。あ、場所によって違うのか、使えるかどうか。コンクリの上だとスケートで滑れるってことかな。つうかすげえな、むき出しのエレベーターって。いや、イケメンすぎでムカつくわ。え、今何これ。ってやつ。そういうのこのシリーズだけじゃね。つうか博士と勝負するんだ。それもいかついよな。あんまないっすよね。研究所内で戦うってのもいかついよな。つうか初代御三家全部持ってんのかい博士。めちゃめちゃチートじゃん。1400円はイケメンだね。え、ここでもう一匹もらえんの。めちゃめちゃいいじゃん。いや XY マジ革新的だね。人影いくっしょ。そこはこんな仲間がいるってコナンみたいでもあるな。すごい髪の毛だね。こいつ絶対火炎獅子使ってくるでしょ。君は長いのと短いのどっちが好きなんだい。うわちょっと卑猥だな。何のこと。これ絶対匂わせてるでしょ。停電で進めないってこれダイパーの伏線じゃん。うわホログラムのメールとか。剣盾より先進的だろ。いきなりルカリオ出てくるとか。ルカリオ安売りされてんな。352円。あ、これ R で使うの。ローラースケートの使い方わからん。あー、そういうことだね。このスティックで動かすと、あー普通にここでも使えるんだ。知らなかった。よし、キテレツ大百科の豚ゴリラポジション。妖怪ウォッチにもいる系のキャラクターから1200円もらっていく。780円。おー、すごいすごい。こんなのできんだ。352円。384円。刻むね。こんないろんな色のさ草むらあるなんてさ、かなり変わってますよね XY って。やっぱシリーズとして。600円。480円。288円。わ、ここも初代のパロディーみたいになってんだ。うわ、ポケモンの上だから完全に使い回しですね。880円。880円だよ。1000円も取られるのここ。マジかい。あ、払ってくれたこの女の子が。あ、取られちゃった。これはまあやむを得ないものとして考えてください。お、居合斬りじゃん。落ちてた。秘伝マシン、こんな落ち方してんだ。昔の王様はこの庭を見る時のルールを決めてたって。他に決めることってあったんじゃないのと思うね。王室批判なんかしていいのか。タイとかでやったら捕まるぞそれ。何このゲームは。ラブロマンス的な要素もあるんだ。しかも演出が神がかってるな。一番最高のシリーズじゃないこれ。こいつは捕まえるべきっしょ。オッケー。まあ実際ポケモンの笛吹くってこういうことなんだね。知らなかった。今までそういう演出自体なかったでしょ。あ、こいつも捕まえれんのか。ボール4個しかない。捕まえなきゃ。無理だな。いやーちょっと欲しいからリセットしよっか。なんやねん、なんで急所に当たんだよ。おっしゃ来たー。いいね、一発目で捕まえれたぞ。まあ3回ぐらい挑戦したけどね。896円。3000円ゲットですね。うわーすげえ、こんなのあんだ。普通にサイフォン乗らなくてもいけそうだなとこだけど。踏みつけて歩きてるが出てきたってかわいそすぎだろ。それでもうやられちゃってるでしょ。なんだスカイバトルって。 あ、空で戦うだけ。2100円。めっちゃもらえんじゃん。20レベルで煙幕覚えんのこいつ。家押さないと進まないパターンなの。それはすごいな。720円。720円。1600円だぜ。顎の化石とヒレの化石どっち。迷うな。はい、アマルスゲットだぜ。1020円だ。768円。1800円。うわ、なんだこれ、群れなんか出てくんの。すげー。え、つうかもしかしてこれ水族館通らないと先行けないの。ここが通路なのかよ。336円。1232。どうやって登るのこれ。あ、こっから登れんだ。ここがジム。1380円。1320円。ようやく着いたよ。めちゃめちゃ時間かかったね。5時間ぐらいかかっちゃったかな、ここまでで。しかも体力全然ないし怖い。え、一発かよ。急所かよ。しかもうわ、よし、竜の怒り強。4000円。すごい。またこんなとこで来んのかよ。920円。1176円。仕事やんない。お前何言ってんだよ。やれよ悪事。840円。960円。1520円。お、ここでルカリオ戦うの。4000円。すごい。
あ、てかジムリーダーなのこいつ。一回ここで戦ってもう一回戦うってことなんだ。1344円、2912円、1344円。刻みすぎでしょ。1円玉ありすぎだぞ今多分。あれなんかいつもと預かり方は違うぞ。1040円、1248円、2500円、1872円、1344円、1344。この金額多いな。3740円、2500円。トレーナー多すぎ。1344。ルカリオ乱用されすぎでしょ。つうかマジでジム1個ごとのイベント数が半端ねえなこのゲーム。女性を悲しませていく。それで3000もらう。 SM プレイじゃんそれ。あれまた別の角度からだね。どういうこと？すごいジムだねこれ。いやー本当は XY 画期的なジム多いな。928円、960円。つうかこのジムさ、相手格闘家ノーマル技しかやってこないから、この一月で完全に相手積んでんじゃん。もうそんなジム設計ありか。864円、896円。登場かっこいいね。え、ルカリオ出してこないの？あいつ持ってたのに。1ダメージも食らわずこいつだけで突破したわ全部。5120円。つか2回もここ来ないといけないの？え、ルカリオもらえんの？マジか、いろんなポケモンもらいすぎだね。わ、メガ進化初体験だわこれ。メガ進化童貞卒業だ。え、待って、なんでそんな食らうの？危な、マジ。あれ、お金もらえないんだここは。ルカリオ受け取った。結構冷たい文章だね。旅に連れていくことにしたとかじゃなくて、物みたいな言い方じゃん。マジでルカリオもらえるとかさ、チートすぎでしょこのゲーム。1120円、648円、1856円、1344。この数字本当に多い。4円を渡すな。ポケモン勝負の事前連絡してくれるんだ。いかついな。はい、女を泣かせて3300円奪っていく。うわ、もうジム戦までめっちゃ早いじゃん。いきなりスムーズになったね。イベントがほぼなかった。2560円、2400円、2480円。うわ、じいちゃんじゃん、ハサミ持ってる。危ねえ。ダメでしょこれ教育上。しかも切り札打つどん、打つボットでもなく。5440円、ありがとう。いや、滑って帰るジム多いね。よし、倒す。1320円、1280円、1320円、1360円、1280円。減ったわ。1280円、1360円、1320円か。1240円、減ったし。ハゲ頭こいつ。はい、ワンパン、ワンパンマンみたいだし実際。2880円、余裕っすね。5320円、すげえ。おお、超かっこいいじゃん。いや、ローズ広場って剣盾の伏線じゃん。あ、ここがジムなの？ビルがジムってのは新しい。しかもクイズやんの。1088円、2100円、3600円、3600円、2720円、2720円。いや、個性的なキャラ多いな本当。あ、こいつジムリーダーなんだ。え、どっちだよ。わあ、すごいすごい、エイパムじゃん。急にぬるげになったな。5920円、神剣バッジじゃんこれ。おいっすー。いや、お前ずっと同じ手持ちだな。3700円、2960円、3040円、1088円、2880円。チップを渡す、いいえでしょ。渡しちゃいけないルールですから。そうだな、500万円で入れてやるぞ。そんな金持ってねえんだよ。え、これがジムか。なんかジムかわかんないようなやつ多いな結構。あ、ワープ系ね。あ、これあれじゃん、これハートゴールド、ソウルシルバーで見たね。2736円、2664円、2880円。なんか XY のボスなんかいろいろついてるよね。さっきのエイパムっぽいやつしかり。もう超ぬるげになったねいきなり。6720円、よし。1480円、1440円、1440円、よし、全ワンパンだ。3040、余裕すぎ。お、11480円。マスターボールとでかい金の玉、どちらか好きな方を選ぶのだ。いや、こいつの2つの玉ってことか。1つはマスターボールで、1つはでかい金の玉。選ばなかった方もあげよう。なんだくれんのかい。3120円、3280円、すごいコンビ。2560円、1216円、4032円、2464、4300円。いや、この滑るところ、どのポケモンシリーズでもあるよね。4784円、2208、おいしょ。1680円、メガネ野郎。6720円、雪のオーナイト。よかったね、お前にフォーカスされて。え、フリージュをスカイバトルできるんだ。4500円、2464円。マンム、雪かぶりすぎてかわいそうだよ。機能がサイフォンと一緒じゃん。ジムの前で対戦しがちな女の子。手持ちほんと全然変わんねえな。泣かせてからの金をせびっていく。4600円。うわー、すごいすごいすごい、宇宙空間じゃん。サンムーンの伏線じゃんこれ。リオネルがナッシー出してきたってことは、これリオネルメッシー絶対意識してるでしょこれ。すごいな。大物なのに2576円、2576円、2576円、1472円。ほんとこのシリーズ着飾ってる人多いね。ぬるげになったね。7680円。
あ、なんなん戦うの。1840円、1840円。お、いきなり戦うの。闇カラスに一発に倒されたよ。9800円、1840。あ、メガネ野郎じゃん。6720円、1720円、1760円、1760円、1800円。 VR 野郎、6720円、6720円、1840円。まだいんの。1760円、6720円。なんか剣盾のあの地下のやつと似てるな、めっちゃ。いや、こいつの刀身だけかっこよすぎだろ。ずるいよ。おい、6720円。え、押していいのこれ。どっち押せばいいの。押しちゃおうっと。わあ、すごい、すごいことになってる。まだ戦うか。懲りねえやつらだ。おい、52レベルで影分身なんかい。月光がかわいそうだな。1800円。また戦うの。何回戦うんだよ。アマルス弱すぎる。12000円。すげえ多いな、対戦。え、これ史上最高じゃね、この量。7840円、7840円、7840円。まだまだやんの。おい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 、いかついな。3840。幹部と下っ端見た目一緒じゃん。4000円。いや、でも全部ルカリオ1体だけで全部倒せるっていうね。3840。うわ、こんな機械仕掛けで伝説のポケモンが出てくんだ。もともといた生命体みたいな感じで出てくるんじゃなくて、超大掛かりな負荷ですね。おい、かっこいい。こいつやっぱ伝説の中で一番かっこいいよな。いやー、ボールあんまないからね。クイックボールだけ使ってみよっか。ワンちゃん来い。オッケー、クイックボールで捕まれた一発で。奇跡的だろ。余裕で捕まえちゃったよ。マスターボール使わなくてよかったわ。あんな機械にさ、包まれて封印されてたみたいな感じなのに、たった一個のクイックボールに収められちゃうっつうね。エイパム進化してるよ。メガ進化じゃなくて。なんでこんな、この世界の人はエイパム好きなの。え、また戦うの。ここの施設だけで3回戦うのこいつと。また一発倒された。プロテニス選手が負けた時みたいになってんじゃん。16000円。うわハエが飛んでるよ。シュールすぎでしょこの光景。よし、行くぞ。戦う前にさ、タイプちゃんと教えてくれんのありがたい仕様ですよね。いや、やっぱさ、 XY になってからもう段違いで演出力が上がってますね。はい、火炎の間、いいっすね。座ったままだよ。つかフラダリと一緒じゃん、出してくるやつ。押し倒した。13000。いいね。うわ、めちゃめちゃかっこいい。わー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 。こいつは逆にイスアルに座ってなかったわ。お、相手4体しか出してこないんだ。4体だったら楽じゃないか。回復の薬2回連続使ってきた。頑丈3回も発動したわ。まあ、ここも余裕だったね。13000円。水出てくるな。あ、水すごい量。水えげつない変わりようだぞこれ。すげえ金使ってんだろうな。また座ってねえどころか、変な向き方してる。椅子に対して背を向けてすらいないという。顔がロケット弾。うわ、耐えねえか。うわー、結構大変だった。あ、危なかった。13000円。銅像みたいのがあるのか。すげえな。うわ、なんか意外とシンプルだ。一番大したことない感じだった、ドラゴンのところが。なに、お香みたいのが出てるだけ。ただえ、こういうお姉ちゃんっていう感じなんだ。きついわ。うわ、相手今回も4体だったんだ。うわ、結局アマルルガじゃなくてほとんど月光ガというね。このためにアマルルガ用意しといたのに。はい、13000円。あ、手振ってくれた。いってらっしゃいなのよ、光の間。上行ってどうなんのよ。あ、なんか子供っぽい人じゃん。うわ、気合玉で。おいおい、一発で倒れた。アマルルガ本当にダメだもん。終始ダメだったわ。だわ、相手のアマルルガも弱い。つじゃん。ワンパンだわ。え、めちゃめちゃ弱かったんだけど。全然こっち育ててないよ。レベル上げなんかほとんどしてないのに。ほとんどしてないっていうか、なんならトレーナーとかも結構避けて戦ったのに、普通に勝っちゃった。え、今までのポケモン史上の中でもなかなか弱いんじゃない。16320円。100円玉3枚と10円玉2枚くれたよ。あっけな、アマルルガしかやられなかったわ。やっぱりさ、この方がいいよね。ガラルズのさ、やつのなんかリーグ戦みたいな感じより、あの四天王の方がやっぱかっこいいわ。あー、これこういうの見たかったんだよ。リーグチャンピオンおめでとう。数日後。なんならさ、剣盾とかより豪華じゃね、この殿堂入り後のストーリーみたいな。うわ、ちゃんとね、こういうエンブレムとか渡すシーンもあるっていうね。え、私と戦ってくれ。え、まだ戦うのマジ。え、待って、こいつが本物のチャンピオンみたいな感じもしかして。え、マジ。あ、3体か。でも3体は余裕でしょ。 AZ コータスってさっきも持ってたじゃん誰か。あ、でも相手弱いね。60レベルだから全然。しかも何、あのストファイみたいなさ背景になってるよ、人物が。2パンだ。はい、ワンパン。はい、ワンパン。え、ちょっと待って、これ最後逆に戦いない方がよくね。あいつの弱さが際立っちゃうよ。え、第二形態とかあんのかな。あ、このシーンを見せるため。いや、なんか XY ストーリーがさ、めちゃめちゃしっかりしてますね。こんながっつり殿堂入り後にあるなんて、3000年ぶりだな。ぶりすぎでしょ。ぶりぶりだよ。鳥に始まり鳥に終わる。鳥にふさわしい。オッケー、終わり。てか、あのブラックホワイト2からのこの 3DS 初めてで、これ食らったらマジで超衝撃だったでしょうね。しかもエンディングもなんかポエムみたいのがあるし、ちゃんと下画面に。
はい、自分の部屋からスタートで、こっからは何もストーリーないんですね。別に肝心のね答え見ていきましょう。一番最後のこっちですね、一人のところですね。多分プロフィールのところ見てみましょう。はい、これでいくらになってるか。はい、638,908円でございました。意外と少なくね、めっちゃ少なくね。まあ10歳にしたらそりゃ多いけど、意外と1万円とか普通にもらってた時あったのに。63万か。じゃあちょっと自分の資産を確認していきましょうか。まあ持ち物とか結構使っちゃってるからあれですけど、あ、なんかいろいろ始まるのかな。あ、しかもこの女の子も来るっていう。もうでも女の子さ、いっぱいいるじゃん。何が何だか分かんないわ。くれるポケモンは何でもいいよ。ヤナッパあげる。何交換すんの。わあ、それで御三家もらえんだ。いや、この世代マジでいろいろ新しいこともさ挑戦しててすごいっすよね。こんなイベントなかったぞ今まで。しかも交換という形で。ポケモンセンターはないかな。え、これちょっと待って、ポケモンセンターめっちゃ時間かかんじゃん。行くのリザードンに覚えさせちゃおう。はい、じゃあここで売っていきましょう。じゃあこの辺りの道具とかね、まあ結構使っちゃってるんであれですけど、売っていきましょうか。いくらになるか。はい、ということで全部ね売りました。バッグ一応お見せしますと、この通り、まあマスターボールとか残ってますけどね。あと石系は、あとはもう全部ない感じですね。技マシンは売れない感じなんで、木の実もちゃんと売りました。大してお金になりませんが、じゃあ最後これでねまた確認していきたいと思います。いくぞ。いくらになったかというと706,078円ということで、あんま変わってないですね。いや、これどうなの、全国回ってこれですから。まあでも現実離れしてない感じではありますよね。まあ友達からお金巻き上げてたこともありますけど、まあでもこれじゃあ中古車買えるくらいなんで。ということで検証結果、 XY のクリアまでに微妙な中古車買えるくらい稼げるでした。この金額は反応に困るという意味でおっかねえですわ。